兵庫県立淡路佐野運動公園は、兵庫県淡路市佐野新島にある運動公園で、兵庫県の県立都市公園でもある。愛称は、ボールパーク淡路だが、後日の第一野球場は、淡路球場とも呼ばれる。2002FIFA ワールドカップでは、イングランドチームのキャンプ地として使用されたことでも、知られる。また、2006年のの自菊兵庫国体では、 サッカー少年の部の会場として使用された。野球場2面、サッカー場3面、多目的グラウンド1面等で構成される。オリックスバファローズの2軍、阪神タイガースの2軍、兵庫ディオーネが公式戦で使用しているほか、全国高等学校野球選手権兵庫大会、関西サッカーリーグ、関西女子リーグなど各種大会で使用されている。以前は、 関西独立リーグの赤シレッドソルジャーズ、神戸サンズが主催試合を行っていた。2008年8月31日、プロ野球ウエスタンリーグのサーパス対福岡ソフトバンクホークス戦が開催され、優勝までのマジックナンバーを1としていた、ソフトバンクが7から6で勝利し、当地で南海時代以来24年ぶり6度目の同リーグ優勝を果たした。 2012年6月2日と3日、同じくプロ野球エスタンリーグの阪神タイガース対オリックスバファローズ戦が開催された。80メートル110メートル天然芝ピッチ80メートル110メートル天然芝ピッチ68メートル105メートル人口芝ピッチに110メートル210メートルの広さで少年野球、総野球用のナイアグラウンド4面以外は天然芝である。 バックネットも4基あるため、ラグビー用のグラウンドの場合は1面、野球は4面、一般向けサッカーは2面、少年向けサッカーの場合は6面取ることができる。ありがとうございます。